皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は高校受験英語基礎練習の12回目です。この基礎練習という動画は高校受験のための英文法と英語表現の基礎を問題を解きながら復習する動画です。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文に合うように英単語を入れましょう。カッコ1、メアリーは川に沿って歩きました。メアリー walked で防線があって the river、メアリーは歩いた。ここに川というのがあるので沿ってという単語が入ればいいですね。沿ってという単語は along という単語でした。Along. そうすると Mary walked along the river. Mary walked along the river.、ね、これで Mary は川に沿って歩きました。Mary walked along the river.、ね、これで、英語できましたね。括弧2番、準備はできましたか？もうこれは何回も使ってると思うんですけどね。Are you? ってここに何回ですね。Are you ready? ですね。Are you ready? Are you ready?準備できましたかと。Are you ready? カッコ3番。私は全部の中でこの絵が一番好きです。こうなってますね。I like this picture. 私はこの絵が好きです。で、of all、全部の中でというので、一番というのが入るんですけどね。一番好きというのは。The best.The best of all.、ね、I like this picture, the best of all.、ねもし5枚あって5枚の中でということだったら I like the picture, this picture, the best of the five.、ね、この of all のところ of the five.、ねえー、3つの中でだったら of the three.、このように変わりますね。ここでは、全部の中でという文章なので I like this picture.The best of all、ね、こうなります。四角2番、カッコの中を並び替えて英文を作りましょう。こういう問題です。カッコ1、彼の自転車は新しく見えます、ね、彼の自転車は新しく見えます。カッコの中には bike looks new his こういう単語が入っていますね。で、日本語を見ると主語が何かというのは必ず考えてください。主語は彼の自転車はですよね。ですから英語主語が一番前に来ますから彼の自転車という単語が前に来ますね。そうすると His bike で始まるということがわかります。もちろん出だし大文字ですね。 His bike 見えるんですね。Lex これ三人称単数ですから S がついてあります。で、どんなふうに見えるかというと New と新しく見えると、ね、His bike looks new. His bike looks new、ね、彼の自転車は見えます新しく、ね、こういう順番ですね。 His bike looks new. His bike looks new とこういうことです。カッコ2番、彼らは今勉強をしています。彼らは今勉強をしています。今している最中、まだ終わってない、やってるところだって。これは現在進行形の文でした。一番と同じように最初に来るのは主語ですね。主語、日本語を見ると彼らはですから They がまず最初に来て、現在進行形、進行形の文章というのは主語 be 動詞 ing という順番になりました。と they の主語は be 動詞になります。ここで be 動詞は are ですから they are で ing studying they are studying 彼は勉強しているところです。何語？英語ですね。
English. Now. They are studying English now. They are studying English now.これで彼らは今英語を勉強していますという文章ができましたね。四角三番です。上と下の文がほぼ同じ意味になるようにしましょう、ね、ほぼ同じ意味なんですね。同じ内容を表していればいいんです。で、上は He wrote this story. He wrote this story. 彼はこの物語を書きました。 He wrote this story.で下は This story この物語はで始まってますね、この物語は By him 彼によって書かれたという部分がここに来ればいいです。これは受け身受動態と言いました。主語で be 動詞過去分詞で何々されたという意味を作りました。ですから This story これ文章書きましたですから B 動詞は過去形を使います。This story was で wrote もともと write ですけど write の過去分詞 written でした ね。これ out ですね。So, This story was written by him. This story was written by him. この物語は彼によって書かれました。ね、彼が書いたんですね。物語を書いたという内容ほぼ同じです ね。 He wrote this story 彼がこの物語を書きました。 This story was written by him この物語は彼によって書かれました。彼が書きましたってことですね。このようになります。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞ高校受験の勉強頑張ってください。ではまたお会いしましょう。さようなら。